危ないな。はい、少年サッカーお父さんお母さんの方が夢中になる子供達也です。あれやめよ、お父さんお母さん、子供たちのファンでいてあげてください。今日はですね、東京都某所に来ております。見て、広い。広いですね。広い。で、前回大阪で梶川選手とパナ勝負させていただいて、無事勝利することができましたので、小池梶 TV の梶川選手の相方小池選手を引っ張り出すという形でいいかな、引っ張り出すことができました。はい、小池選手です。よろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いします。実はですね、87年生まれ、同い年です。お友達です。友達でも87年組ね、はい、なかなかいないんで、今日はぜひちょっと勝負。そうですね、前回カジが、はい、バッチシやられたみたいなので、ね、はい、ちょっと小池梶 TV 2枚抜きさせていただこうかなと思って、よろしくお願いします。お願いします。俺からボールです。はい、もうリターンでスタートです。いいっす。あ、やばい。 OKOK、 手前ボール。うわ、足立つの。うわ、あ、うめ。危ない。どうやってるの。難しい。怖いんだよな、足出したら簡単に取られちゃいそう。行こう。怖い。来ないな。よいしょ。危ない、出したら危ない。出したら危ないぞこれ。出したらいかれる。そういうことか。待ってるもん、足出すの。でも出さないと取れねえからな。よいしょ。よいしょ。うわっ。あっ、守備してもな。逃げ終わろう。よし。その時に疲れるな、これ。うわ、また抜けないんだ、これ。よし、危ない。よし、危ない。危ない、危ない。よしよしよし。危ない、今。行かれてた、今。触れたからだったけど。はい、おい、どうやってまた抜けんの、これ。うっ、あ、ごめん、けた。よし、危ない。あ、ごめん。うわ、危ない。そういうことか。通りました。そっち、そっちです。ずっとこっち警戒してたから今。オッケー、勝利。疲れた。ありがとうございました。難しい。しゃあ、小池梶 TV 達也チューブが2枚抜きしました。しっかりいかれた。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、良かったです、本当に。いやだいぶ警戒したんですけど。いや、なんか多分、見てました、梶川さん。一回見ました、一回見ました。そう、だから俺、後ろ行くの好きやん。はい。むちゃくちゃ嫌がって。行ったら行かれるみたいな。この足出てけんやから、俺もうどうしようってなってて。でもそれをちょっと警戒した分、逆で行かれちゃったんで。
いつもと逆パターン。難しいわ。守備してると、まあ、そういうの考えながらやるんですけど、逆に攻撃側回った時にそうですよ、ね、どうやって足出させるのかとか、またもう別のサッカーとは別のドリブルですもんね。別のドリブルっすね。そうなんですよ。勉強になったわ。だから一個だからこう逃げられてたじゃないですか。あ、そうです。サッカーで別に取られないからいいけど、実はこっちからしたらもう歩きついてたよみたいな、うん、だから実はサッカーでは奥張ってたけどここに出すとか、さらす感じにして、相手がついてきたところを狙うと。そうそう、なるほど。サッカーとは別の逆のドリブルの考え方来ました。コツ、こういうの知りたいですよね、多分知りっ子たちも。最初隠しといて、出てきたとこに足出てきたらそこへ、この角度隠しといて、ここ出したら使っていくと。そうなんですよね。いやー悔しい。よかった、サクッと2枚抜きまだぜひちょっとこれお二人とも、お二人揃ってる場でもやりたいんで、はい、またぜひちょっと練習しておきましょう。ぜひお願いします。この後あの声かじ TV さんの方の告知を出させていただいておりますので、はい、またぜひ概要欄貼っておきますので、そちらご確認して、そちらもご視聴ください。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。フットサルは結構やられた？ずっとやってましたけど、でもその競技でやり始めたのは、はい、半年ぐらい前。あ、そうだ。へー、ちょっとフリースタイルやってたんで、競技でやってみます。